1989年9月17日第41回、プライムタイムエミー賞受賞式より1988年、エミー賞受賞時よりエステルゲティ及びその後実談である、ザ・ゴールデン・パレス、エンプティー・ネストなど。これらの番組で彼女は、エミー賞やゴールデングローブ賞を受賞した。晩年は、俳優業を引退しレビー招待系認知賞と戦った。ニューヨークにて、 ポーランド出身のユダヤ教徒の娘として生まれ、エステル以外にも娘と息子が一人ずついた。エステルの芸能人としてのキャリアはイディッシュシアターから始まり、キャッツキル産地のボルシチベルトの保養所でもコメディアンとして活動していた。この頃の代表作として、ブロードウェイ版、トーチソングトリロジーのアーノルドの母役が挙げられる。 1980年に放送されたシチュエーションコメディザゴールデンガールズはヒット作となり彼女が演じたソフィア・パトリロは有名な役となった彼女が演じたソフィアはビアトリス・アーサー演じるドロシー・ザ・ボーンクの母親であるシチリア系のユーモラスな女性という役どころだがエステルの人年齢はアーサーより一歳年下だったエステルはこの役で1988年に プライムタイムエミー賞助演女優賞を受賞した。ザ・ゴールデン・ガールズ放送期間中の1988年、エステルはスティーブ・デルソンと共に、イフ、アイニューゼン、ホワット、アイノーナウ、ソホワット、という自助伝を出版した。後年は1993年に発売された、老人向けエクササイズビデオに出演したことで、知られるようになった。ありがとうございます。